です。今日はですね、ご家庭で簡単にお手軽に作れるワタリガニを使ったワタリガニのトマトクリームパスタですね。ワインと合わせていただくのも非常におすすめなカニを使ったパスタですね。濃厚なトマトクリームソース、こちらを今日は作っていきたいと思います。この動画がもしよろしかったらチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。加えていきます。はい、それでは材料紹介まずはしていきたいと思います。まずは今日はこちらリングイネっていうちょっとこう幅の広い麺使っていきます。それとワタリガニですね、こういった状態のワタリガニ用意してください。それとオリーブオイル、黒胡椒にトマト缶ですね。それとこちら白ワインとブランデーで、こちらが塩、それと生クリームにこちらチーズですね、パルミジャーノレッジャーノ、それとパセリと玉ねぎです。以上の材料を使って今日は冬ならではのワインと合わせたいパスタ料理のワタリガニのトマトクリームパスタですね。今日はそちらを作っていきたいと思います。そしたらまずはワタリガニですね、こちらの下処理からしていきたいと思います。まずこのワタリガニはひっくり返して、このお腹の部分のこの三角のこの部分ですね、ここをまずは剥がします。こんな感じで簡単に取れるので、こちら取って、それからこの甲羅のところから指を入れてこうグッと引っ張っていくと取れるんですけど、ちょっとこれ凍ってるんでまだ取りにくいですね。こんな感じでボーラーと剥がれます。こういった感じに、ちょっと失敗しましたけど剥がれます。そうしたらこのエラの部分、ここを取ります。こういった状態ですね。それとこの口の部分ですね、ここもこういった感じに取ります。で、この時点でこの甲羅についた卵とか味噌ですね、これはスプーンで取っておきます。はい、そしたらこの卵とこの味噌の部分、ここは取っておきます。はい、そしたらここから真ん中から包丁で半分に、出やすくなるので、こうしだけこんな感じに切り込み入れて、この足からも旨味が出やすいようにしておきます。はい、そしたら続いて玉ねぎですね、玉ねぎはみじん切りにしていきます。それからニンニクですね、ニンニクも今日はみじん切りにしておきます。それから足ですね、加えて焼いていきたいと思います。ここでまずはこの甲羅ですね、カニの甲羅とこの足の方をしっかりと炒めていきます。はい、でしっかりと炒められてきたら、ここにニンニクを加えていきます。が軽く色づいてきたら、ここにブランデーですね、加えます。そしてさらに白ワインですね。加えたら、ここで一旦蓋をして、カニの旨味をしっかり引き出すために、ここで軽く煮込んでいきたいと思います。はい、軽く煮込んだら蓋を外して、今度はここに玉ねぎですね、加えます。玉ねぎがしんなりしてくるぐらいまでここで火を入れていきます。それから取り除いたこのカニ味噌ですね、加えて火にかけていきます。はい、でだいぶ水分が飛んできたら、トマト缶ですね、加えていきます。
板を加えたら、またさらに煮込んでカニの旨味をどん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 引き出していきたいと思います。はい、こんな感じにしっかりと煮込めてきたら、このカニですね、カニの甲羅とこのカニの足ですね、こちらは一度取り除いていきます。そしたらこれでトマトクリームソースのベースとなるトマトソースですね、完成ですね。美味しいですね。